皆さんこんにちは。一つのプラモデルを三つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間、いつもご覧いただきありがとうございます。今回の動画は2ドアトレノの完成までをお届けいたします。早速まずはクリア塗装から。クリア塗装工程に関しては全部で3回の工程。使用しているエアブラシはタミヤのスプレーワーク HG エアブラシワイドを使用。塗料はクレオスの GX100 スーパークリア2をガイアカラー T01 薄め液で1対 1.5 程度まで薄め吹き付けています。塗装工程1工程目は少し遠目から塗料をボディ表面に対してふわっと乗せるように吹き付け、1工程目と2工程目の間に軽く2000番のペーパーヤスリで表面を整え、2工程目はしっかり全体をまんべんなく塗装。3工程目は仕上げで各部塗料が垂れる寸前を目安に吹き付けていきます。万が一垂れてしまった場合は最悪塗装を落としやり直したり、リカバーに時間を取られるなど悲惨なことになりますので、慎重に塗装を行っていきます。次に取り出しを行っていきます。クリア塗装後十分に乾燥させた塗装面は一見ツヤがあるように見えますが、塗装面にはまだまだ凹凸が存在しています。この凹凸を消しフラットにしていく作業を行います。紙ヤスリを使い徐々に番手を上げ滑らかな面にしていきますので、前もって逆算をしクリア塗装を行わなければいけません。ここでクリア塗装時に意識している塗料が垂れる寸前、つまり多少厚めにクリア塗装を行うことがここで生きてくると思います。取り出し工程としては3回の工程。今回はデカールを前面に貼り付けていることもあり、ラプロスの研磨クロス6000番から始め8000番、次にゴッドハンドのスポンジヤスリ1万番と番手を上げ水取りをしていきました。個人的な表面の目安としては反射する景色が歪まない程度と考えているので、研いでは拭き取り確認を繰り返し表面を滑らかにしていきます。続いて表面仕上げの工程です。表面仕上げの工程としては3つの工程となります。今回はデカールを前面に貼り付けていることもあり、指で作業を行っていきます。1工程目はタミヤコンパウンドの粗めで一周、パーツ表面の層を軽く剥がすまたは一皮剥くといった感覚で研磨していきます。あまり研磨しすぎても粗めのコンパウンドでは傷を消すことはできずピカピカになりません。ですのであくまでも軽く一周といった感じで作業を行っていきます。2工程目はタミヤの彩目で一周、3工程目はタミヤの仕上げ目で傷がなくなるまでを目安に研磨していきます。この3工程目の段階で下地が出ると本当に最悪なので、基本的には各1周、最終的に仕上げ目で傷をしっかり消すことができれば OK を目標に行います。最後の仕上げの際、長谷川のセラミックコンパウンドとタミヤのモデリングワックスを使用しツルピカにし完成としています。続いてマスキングと塗装です。主に外装パーツの塗装となりますが、ディスプレイした際に目に入る箇所ですので、いかにリアルに見えるよう塗装していくかが課題。工夫を凝らして塗装をしていきます。まずはテールランプですが、先にキャプチャー2にてクリアオレンジとクリアレッド、バックランプ部にはスモークを塗装していたものに対し、リフレクター部分とストップランプの色の違いを表現するためにリフレクター部分をマスキングし
ランプ部分にはレッドを塗装していきます。パーツは後期のテールランプのようですので、そちらを参考にし塗り分けてみました。次にウィンドウモールです。いつもはマスキングをしエアブラシで塗装をするのですが、今回はデカールが前面にあり、塗装面とデカールがマスキングにより壊れてしまう事故を恐れ、筆塗装を選択しました。エナメルのフラットブラックをエナメル溶剤で適度に薄め塗装、はみ出した部分はエナメル溶剤を染み込ませた綿棒で拭き取りました。サイドマーカー部はクロームシルバーを下地にし、クリアオレンジを重ねて塗装、ついでにリアテールパーツにも裏面からシルバーを入れ、透け防止としました。最後に仕上げです。まずはウィンドウを取り付けていきますが、本来のパーツ構成ですとウィンドウは1枚ものだったのですが、歪んでいてボディとの隙間ができてしまうので、フロントとリアで2分割とし接着していきました。接着剤はセメダインハイグレード模型用接着剤を使用。ウィンドウが固定したらルームミラーを取り付け、続けざまにフロントのバンパーも取り付けていきます。こちらは裏面からセメダインハイグレード模型用接着剤で補強をしてあります。そしていよいよシャシーとボディの合体です。リアから差し込みフロントを入れていく。特に合体しにくい箇所はなく、スムーズに入れ込むことができました。次に細かいパーツを仕上げていきます。まずはサイドミラーですが、こちらはあらかじめセミグロスブラックで塗装しておいたものに対し、長谷川のミラーフィニッシュを貼り付け、余分な部分をデザインナイフでカット、ミラーの再現としました。最後に残りのパーツを取り付けていきます。まずはテール周りから、セメダインハイグレード模型用接着剤でテールランプ、ナンバープレート、トランクのキーシリンダーにはアドラーズネストのブラインドリベットヘッドを取り付けてあります。同じく両側ドアにもリベットを接着、サイドミラー、フロントのナンバープレート、ウィンカーを取り付けて、最後にタミヤのモデリングワックスでツヤを出し完成となります。積みプラの中で完成間近で気に入らなく諦めていた富士見の86ツードアトレノ、こちらを今回はレストアを兼ねてホロライブが大好きな長男にプレゼントとするべく板車として蘇らせてみました。板車の特徴でもある押しを前面に散りばめるべく自作デカールでプリントし仕上げてみました。完成した86はそっと長男の部屋に飾っておきましたので、受験勉強の癒しとして存在感を発揮してくれればと思っています。完成度としてはデカールの剥がれを恐れ表面仕上げが少し甘くなってしまいましたが、十分なツヤが出たのでよし。デカールの配置はもう少しセンスを磨きたいと思います。こうして眺めてみると板車も魅力があり、さらにカスタムカーとして改造していければ唯一無二の存在感が出て、テーマとしてはすごく面白いと思いました。今後も板車をテーマに2号機3号機と制作していきたいと思います。今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。